お会いしても愉快な、うん、あの楽しくて心よい方なんですよね、うん、魔女の宅急便の作者ってこんなおしゃれなおばあちゃまで、うん、晴れ女なんですよね。ものすごい。今回映画にするにあたってラッシュを見直したら本当に雨がないんですよ。確かに魔女だと思うんです。宮崎さんが来てくださって映画のナレーションの時に、うん、テストで第一声読んでくださった時にあ、それなんですよっていう感動しましたね。